実悪役者を望む、折口忍、大谷智衛門は、松本幸四郎とともに、立ち役らしい、本当の姿を持った人だと思います。最大の欠点は、口元にあるらしく、そのために、ちょっと閉まらない感じを与えます。死んだ片市の敵役を見ましたが、この人は、目があまりに善良なため、その人らしくなりませんでした。 ともえもんはそんな風に本前の姿から言えば立ち役、実悪といった風なものが向くと思うのですが、口が邪魔をしてそこへ行けません。そこで今日の彼には、はまり役を持つような強い線が出てこないのではないでしょうか。ともえもんは当然、松助の後継者であるように言われています。実際彼もよく松助を真似たものでした。しかし、松助の死後、 その手本を失ってしまいましたし友恵門の器から言って松介の後を行くべき人でないようにも思われます世間では義太夫の腹があると申しますがなるほどセリフに鉛のない点ではそう思われますし東京役者の中での竹本役者には違いありませんが肝心な自分の道役所をしっかり握っていないので せっかくの知識も縦横に駆使されるといったところまでには行っておりませんちょうど孔志郎が実悪にならないように友恵門もその本領らしい実悪にならないので惜しいことだと思います歌舞伎劇の存在している以上実悪のような偶像同然のものもあってほしいのだし東京にはそういう向きの役者がいないしするのだからぜひその方へ進んでもらいたいものです せめて演弱だけでも悪が出てくればいいのですが性質が善良だからできないという考え方は間違っています昔からどういうものか仇役の名人と言われた人は善良な人物だったようですですから私が友恵門によって見たい役は自然そういう範囲の役に限られます大判寺だとか斉藤太郎左衛門だとか金藤寺だとか 芝居の方では何というか知れませんが不契約の立ち役それを友恵門にやってもらいたいと思います春道現場などは向きますまい友恵門はもっと大きな輪郭を持っているようですしかし本当を言えば新作に適した役者らしい気がしないこともありません要するに今のところ大谷友恵門という名の方が彼の芸より大きいようです切に勉強を祈りますいつまでも 松介の幽霊に囚われていないなこと口の閉まらないという欠点を了解してその強制に努め一日も早く実悪らしい実悪大きな立役に誕生することを望んでやみません。